任せて。やってみよう。出る。行きます。コーリース。わかった。よっしゃ。ブラッドだ。チートばかし世話になるぜ。いいだろう。ダメ。になるよ。戦うの嫌です。最強に近づいた。私に恋してはダメです。俺の言うこと絶対。帝国軍第13軍団面倒見てやるぞ。ダメ。悪い病気全部払ってやる。君をナイトになろう。面倒見てあげる。俺の言うこと絶対。悪い病気全部払ってあげる。まさか荷物持ちで呼ばれたんじゃねえだろうな。そう。俺にかかりゃざっとこんなもんよ。ダメ。
用の時間だ。なぜ？なぜって。私はマスターの命令に従っています。あんなの命令じゃないわ！ただの八つ当たりよ！何が違うのですか？全然違うわよ！あんなのいちいち真に受けてたら、あんたの身が持たないわよ！身というのがボディのことでしたら、所有権はマスターにありますので。意志はどうなるのよ。それがあればそもそもこうはならないでしょう。ハーティー、こんなところにおったんかい。なにこれ、ガラクタが喋ってる。滑稽。もう失敬な、わしゃアルブで、アルブ、そうじゃ、RB じゃ。わしのことは RB と呼ぶがいい。今言い直さなかった？名は体を表すからの。なことはいいんじゃ。お前ら、仇を打ってくれ。誰の？わしの。どういうこと？わかるじゃろ。わかんないわよ。察しが悪いの。こんな奴らほっといて、行くぞ、ハーティー。コード認識、マスター。はい、わかりました、行きます。覚えてるよ、あの女。ジャムにしてトーストに塗って一口かじって食べ残してやるわ。じ
ジャムにしてトーストに塗って一口かじって食べ残しましょう。待ってください、 RB さん、どこに行くつもりですか？そうじゃ、ついてくれば探し物も見つかるかもしれんぞ。利害の一致じゃ、お前らも来い。その時間が惜しいわい。みちみちさっせさっせ、パーティー行くぞ。はい。パーティーさん、光じゃ危ないです。アイリス、なんじゃい急に走り出して。せっかちな娘じゃのう。あんたのせいでしょうが、追うわよ。待ってくれ、わしゃ 0.1 馬力しかないんじゃ。調査に行きましょうか。楽しい時間はすぐに過ぎるな。
ティさん、機械たちが暴走してるのに一人で行っては危ないですよ。命令でしたので。あれは多分違います。号令というか掛け声というか。号令と命令は違うのですか？なんて言ったらいいのかな。アイリスと言うたか。あのお嬢ちゃん、やたらハーティのことを気にするの。ほっとけないんでしょうね。にしてもあんたがさっきのじいさんとはね。その体似合ってるわよ。ずっとその格好でいた方がいいんじゃない。いやじゃい、こんなアームじゃキーボードも叩けんし。ほんとはこんなことしとる暇などないんじゃ。あよ研究を再開したいわい。仕事熱心もいいけどさ、こうなったら開き直って研究はちょっとお休みしちゃえば。はあ、そうじゃの。それもいいかもしれんの。その体になったら急に親しみやすくなったわね。 RB ってカーティの制作者よね。ほじゃぞい。なんで出てけとか消えろとか言うのよ。そんなこと言うたか。研究に集中しすぎて無意識で言ってたのね。出来損ないとかも言ってたよ。まあそれはそうじゃからの。わしはハーティーに心を持たせたかったんじゃ。プログラムは完璧じゃった。じゃが目を開けたハーティーには何かが足りんかった。わしはハーティーに優しくなってほしかったんじゃ。じゃがそれはあんなイエスマンとは違うんじゃ。確かにハーティーの言動は人間には見えないよね。ハーティーを見るたび己の力不足を突きつけられとるようで無性に腹が立っての。そうだったのね。ねえ、ハーティーに足りないものって何かな。それを補えたらハーティーももっと人間みたいになるのかな。知らんわ。何よそれ。わしは優秀じゃが完璧ではない。できんことがあるから日々研究を続けとるんじゃよ。だからただ従うんじゃなくて一回自分で考えてから。そのプロセスは私には不要です。うん、違うの。その不要なものこそがあなたには必要だと思うの。理解が及びません。おーい、二人とも、そろそろ出発しようと思うんじゃがな。ハーティーさん、ゆっくりでいいから考えてみてね。ほら、RB、目的地とか詳しいことまだ聞いてないわよ。説明するんか、面倒じゃの。2回は言わんからの。島の機械が暴走しちょる。動物を模したアニマロイドたちもやっぱり暴走しちょる。暴走を鎮めるのに必要なプロセスがマザーコンピュータの再起動じゃ。マザーコンピュータのある中央施設の入り口を開けるには工場でスイッチを押さにゃならん。工場は3つあるから、まず最初のとこに行くぞい。途中でお前らの探し物が見つかったら拾うたらええわい。なんか見つかんない場合もありそう。ずっと一人よりは確率跳ね上がるぞい。ま、そうだけどね。よし、そうと決まれば突撃じゃ。はい。RB、 だからそれやめー。あー、すまんすまん、ついの。
その鹿は盗ませてもらいます。マスターの命令は突撃です。もう RB さん止めてください。ハーディー待つんじゃ。はい RB さん。なんじゃよ。軽々しくハーディーさんに変な命令しないでください。許してくれ、ジジイのお茶目じゃよ。あなたは冗談のつもりでも、ハーティーさんには絶対の命令になるんです。もっと考えて発言してください。ハーティーさんは RB さんの言うことしか聞かないんですから。はあ、そうじゃの。それは不便じゃよの。うん、そんならハーティーよ。はい、以後こやつらのこともマスターとして認識せい。了解です。新規マスターとして追加登録します。あの、そういうことじゃないんです。私はご命令を。新たなマスターアイリス様。ハーティーさん。マスター、私はハーティーです。ハーティー。それなら私もアイリスよ。マスターでもアイリス様でもなくて。そういうわけにはいかないのですが、マスターのご命令とあれば。ううん、命令じゃないわ。アイリスって呼んで。これはお願いよ。もう一つお願い。私とお友達になりましょう、ハーティー。ご命令とあれば、アイリス様。しかし、お友達とはどうすれば。そうね、いきなり全部はね。うん、それでも大きな進歩よ。進歩。どうしたの RB、 考え込んじゃって。顔は変わんないけど。いや、まさかの。何よ、もったいぶらずに言いなさいよ。科学者は不確かなことは言わんのじゃい。アイリスとハーティーのことかな。ハーティー、行きましょう。一つ目の工場はもうすぐよ。はい、アイリス様。